カフェ巡り。今回は木頭カフェ西羽森にやってきました。ここは徳島県那賀郡那賀町木頭西羽森周り、国道195号線から5分ほど入った場所にあります。本当にこんなところにカフェがあるのかと思ってしまう場所です。木の香りがしそうな建物が2023年7月8日にオープンしたばかり、2階はキックボクシングジムがあるそうです。カフェは昨年9月にオープンしました。イチョウの一枚板を使ったカウンターなどおしゃれ空間になっています。ワッフルを頼んでみました。セットのコーヒーは2杯分ありそうな巨大なカップで出されます。リピート確定です。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。たくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらに八坂以上を旅した動画をアップしています。いいのボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は徳島県の西羽森カフェにやってきました。はい、この木製の超おしゃれなできたばかり的な建物ですが、西羽小学校跡ですね。でここへ車でとっても細い道で、本当にこんなところにカフェがあるのかと思うような道でしたが、素晴らしいですね。あ、木の香りがするわ。西ウドルポ、はい、カフェオープン10時から16時まで。こんにちは。あ、ここ靴を抜くんですね。こんにちは。あれ、取れないわ。めっちゃおしゃれだ。石垣島の近くに。これは囲炉裏風ですね。あ、薪ストーブあるし。あ、そうか、じゃあ全然違うの。え？そうだね、こっちにしよう。うん、はい。あ、ここでメニューですが、食べ物はこのラーメンが2種類あって、あとスイーツがですね、ワッフルがあるので、私このいちごチョコにしてみようかな。でドリンクプラス350円だそうです。裏はなんで、はい。で、まあ、レギュラーだと450円ですね。あ、これはノンアルコールカクテル。うん、ハーブティーとかね、ちょっとおしゃれな感じのブルーソーダとかありますよ。こんなのも面白そうだけど、まあやっぱりこれ食べるんだったらコーヒーだな。あ、地ビール売ってるし、400、あ、ノンアルコールなんだ、ビールとか書いてるのに、やっぱり車じゃないとそうか、そういうことなんだね。だでもクラフトビール550円あるよ。じゃあ、はい、コーヒー来ましたが、この巨大さ、なんじゃこれは。これおじいの手との比較、このフレッシュが小さく見えますおばあのアイスコーヒーもなんじゃこれは的な2杯分あるねこれ、はい、このガムシロップとの大きさの比較で分かりますね。はい、ワッフル来ました。おばあがすでに食べているとアイスクリームにしました。なんとですね、ここ2階があって、あ、映して大丈夫ですよ。こちらの方がマダームなんですけれども、去年の9月からこちらを提供されているそうです。でお二階は別の方がキックボクシングのジムをやってらっしゃるということで、でマダムもキックボクシングをされていると。いや全然私はそれはないか、さすがにでも本当に木の香りのするいい建物ですね。去年の1年ぐらい前ですかにここできたそうです。はい、でなんとキックボクシング最高齢は80代の方がいるそうです。驚き。なんか有名な設計士の方が、あ、そうですね、清水宏明さん、はい、ちょっと外装と内装違う方があると思うんですけど、地元の木材っていう、そうですね、焼いて中社をっていうので、そうですね、全部ではないですけど、はい、気持ちいい空間ですね。いや、よかった来て。また冬は冬で暖炉があっていいですね。そうなんです。ただ暖炉はまだちょっと新規ですよね。楽しみですね。2階ですがエレベーターありました。でトイレこれですね。おお、めっちゃおしゃれ。ちゃんと小便器もあるという、素晴らしい。うん、ここにテラスあるよ。気候がいいところはここでバーベキューとかするのよ。あ、なるほど。駐車場ここでした。はい、知らなくて向こうへ止めてしまいました。で鳥居があってここに神社ありますよ。これは参拝していかないとダメですね。いやー、こっちから見ても素晴らしい建物だわ。花壇はフルタイヤですね。あそこに咲いてるのはアジサイですか。で多分この下が中川でしょうね。はい、川が見えてます。いや、広い駐車場でした。